相馬しつねは鎌倉時代の武将、千葉氏の初流、相馬氏初代当主、千葉常ね種の子。子には、相馬義種、八木常や、都長行常、通称は次郎。また、署名は、しだと考えられている。伝承によると、しつねは平野正門の子孫である、篠田四国の養子となり、その医療を相続したと伝わる。千葉氏の塩素、 平忠恒の母である春姫が正門の次女で、根は信武の祖先、正門の傍流子孫にあたるため、根と信氏は同族ということになる。父と共に、源頼朝の挙兵に参加し、頼朝の弟、源、範頼の軍勢に従って、各地を転戦した。文治5年9月には、欧州合戦に参加し、その功により、 よりともから八万大菩薩の旗を賜ったという。県人元年、父、常種が亡くなったために出家し、家徳を嫡男の相馬義種に譲る。出家後は法年の弟子になったと言われている。元旧二年十一月、鎌倉相馬邸の屋敷で探座し、念仏を唱えながら臨終したという。その信心熱い性格から、辛抱の厚かった失念の最後は、 鎌倉の民衆たちから見取られたと言われている。1879年、七根を祭る相馬神社が福島県相馬市に建立された。ありがとうございます。